え皆さんこんばんは。えー、もしかしたらおはようございますかもしれません。えー、っとですね、あの、今日、えー、っと、一つね、コンテンツを夜に上げさせていただいてまして、その時に、この、これですね、こちらのモデルを実はね、あの帰ってきてから腕につけてまして、まあ、ちょっとのその説明も少し軽く触れたんですね。えー、そうすると、あの大先輩がね、 あのインスタグラムに写真載せてくださいねって言っていただいたのともう一方の大先輩があのすごい高級級を持ってるじゃないですかということを言っていただいてもしかしたらその大先輩はねご存知なのかなと思ったので軽くだけちょっとねやっておこうと思いましたでこちらベーレンスというブランドでして 実はこのベーレンスのブランドのオーナーは僕友人なんですね。で、かなり前に、えー、一つ一つ実はコンテンツにあげてるんですけども、もうかなり前に上げたものになるので、まあまあ、あの、今ね、登録の方もたくさん増えてきていただいて、まあそう、大先輩のね、お声とかもありましたので、改めてちょっとね、軽くご紹介しておこうと思います。で、 多分、私が持っている時計の中で、まあ、一番高級になると思います。うん。で、ただ、ひょんなことでちょっとまあ、お知り合いになった方で、僕実はこれをね、知ってたんですよ。これ、ザ・ロータリーという時計なんですけども、これを何かで僕見たことあって、すげえな、これって思ってたんですよ。で、 あの僕はあの、エンジンカーのラジコンをちょっとするんですね。で、ああいうボディ作ったりすることがすごく好きで、あのたまたまそういうグループと言いますか、まあ、そういうコミュニティと言いますか、いうところで知り合った方にあの、自分のエンジンカーのボディを塗ってくれないかっていう依頼が来まして、当然僕、そんなお金もらったりするんじゃないんですよ、あの遊びでね、僕塗ってるだけなので。 あのいや全然やりますよみたいな感じで知り合ったんですよでまあ連絡先を交換をきちっと個人の連絡先を交換してまあその方が載せてらっしゃるねブログというかいうものを見るとベレンスが載ってたんですよであれこのロータリーザロータリーって僕前見たことあるやつだなと思ってそのこと聞くと「こんな時計知ってますか?と」と いや僕このザ・ロータリーっていう時計はすごく欲しかったんですというふうに言ってると僕がオーナーですという話になって本当に出会いって不思議でして全く違う時計では関係ないところからの知り合ったになって、まあ、当店のお店にも来ていただけるようになりましてで、まあ、どんどん仲良くなって今でもすごいね友人と言わせてもらってるんですけどすごく仲良くさせてもらってて。 まあ、その方からたくさんのご協力を得たりとか、いろんな情報をいただいたりとかもしてるんですね。で、まあ、その方がいろんな時計業界の人間を知ってるので、まあ、ああいう成功の、えー、こいつの成功なかなかいいよとか、ロレックスの6694だったらこいつからなかいいよとかね、いうことを聞いて、まあ、僕の時計は状態がいいものが多かったりとか、まあ、全然ダメなものもありますけどね。<laughs> いう感じにななった人なんですよでこの方が作ってるブランドがこのベイレンスというブランドでしてあの元々は2012年に創設してるんですねこの会社で、まあ、一応ドイツの建設家のデザイナーのペーター・ベイレンスという方がいらっしゃるんですけどもその方を尊敬されてベイレンスという名前を付けてらっしゃいますで、えっと、独自で機械を作ってるのではなくて ミオタなどの、えー、ものを使って、えー、そこから自分たちの、えー、時計を作り上げていくということをさ,されてます。で、一番左のモデル、こちらの方がベーレンスのザ・スペイストラベラーというものでして、後でちょっと一つずつお見せしていくんですけども、ザ・スペイストラベラーというもの。で、左から二つ目、こちらの方がインベンター・ザ・ロータリーというもので、 こちらの方はマツダのエンジン、ロータリーエンジンを、えー、うんからヒントを得てというか、えー、実際にこちらのインベンター・ザ・ロータリーの、えー、コマーシャルというか、えー、ああいうものに関しては、えー、マツダの787でしたっけ、あの有名なレナウンのカラーの車が、えー、ちきちんと許可を取って出てまいります。で、えー、と右から2つ目。 こちらの方がスタートレックという時計でございます。今日こちらを付けていました。で、一番右がベーレンスのムーンフェイズというもので、こちらが一番最初の、ベーレンスの一番最初のモデルでございます。で、えっと、ほぼほぼがミオタの機械を独自で仕入れて、そこから独自のこういう文字盤につけていくということをしているもので、この中で一番高いものはこのザ・ロータリー。 こちらなんでですねでこちらの時計は、まあ、今のねその高級時計、ロレックスがどうのこうのなるとまた全然違う話になると思うんですけど、こちらの方で一応僕の限定のものなので、あの実際に買うとすると多分80万以上しますっていう値段帯のものなんですよ。うん、なんかこの辺とかもちょっとね、まあ、60、70万ぐらいという感じ。でこちらの方がだいたい4 50万ぐらい。 でただ、こちらはキックスターターで最初始めてるモデルでして、こちらの方はだいたい10万円ぐらいで最初、価格が始まってるんですね。っていうものなんですけども、あのちょっと見ていきますね。まあ、なので、僕が持っている時計の中では、まあ、高級機と呼べるのではないかなと思います。ちょっとね、一個ずつ見ていきましょうか。面白い時計なんですよ。とっても。これです。 これザスペーストラベラーという時計でしてこういうね少し変わったバックルをしていますこういうねでこれねちょっと駒調整するのが面白くってどこがわかりやすいかなここを押すとこのピッとピンが抜けるんですよでも完全に抜けきれずに押すだけでピンがピュッと飛び出して コマ調整がで、きるといいうなうな構造になっていますで。文字盤なんですけども、こういう感じ。で、もうちょっと近づけようかな。こういうものなんですね。なので、今、パッと見てあの、すぐ分かる方もいらっしゃるかと思うんですけども、これ、5時45分という意味でございます。で、まあ、当然、手巻きができて、引っ張ると、時間はこういうふうに回っていくと。 いう感じここにデイトの窓があります。こういうふうに回っていくんですね。こういう感じでございます。どん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 こういうふうになっていくと。で、8時00分ですね。で、どんどん行って15分、30分、45分、9時という感じ。 こういう感じの動きをします。で、こういうね、すべてこれ手作りで削っているサファイアのガラスになります。すべてがダブルドームドになっています。で、えっと、その職人さんとかにもちょっと僕お会いしたことがあるんですけども、1日にすごく集中して頑張って2つぐらいしか作れないんだそうです。で、裏がね、こういう風に。 なっているとこんな感じですねどうですかこんな感じですこういうところにもねこういうものがちょっと入ったりとかしてすごくね綺麗なローターを積んでいますこういう感じでリューズはこういうふうなマークが入っていると こんな感じですね。こういう感じですね。ちょっとどんどん行きましょうか。で、次はこちら。ザ・ロータリーですね。インベンター・ザ・ロータリーという時計で、こちらの方、今ちょっと見えにくいかな。ちょっと待ってくださいね。えー、ちょっと待ってくださいね。このぐらいに行こうか。これで今、10時21分なんですよ。 っていう感じに読みますなのでこちらの三角形が指している方が単身の役割をしていましてこちらの小さい三角形のここにあるものが、えー、長身の役割をしていますでこちらも回していくとよいしょこういうふうに回っていきます なので、これが60分ギリギリになると、ここから新しいものが出てくるんですね。なので、これ2時ぴったりということでございます。で、そこからぐーっとまた移動していって、どん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 行くじゃないですか。こういうふうにね、8時、9時、10時、11時と、12時になって、次、1時になるとき、 にこの下から、わかりますかね。もう1個出てくるんですよ。っていう、いわゆるマツダのロータリーエンジンのような形に動くものでございます。すべて手巻きができます。こういう感じですね。ただ、こちらの方に秒針というものは存在しないので、秒針の動きというのは、もうこの文字盤から全く見えなくなっています。 全く何も動いてない形に見えるんですね。で、こちらの方にカーボンが使っていたりとかいう形で、こちらの方は限定商品でございます。で、こんな感じ。これも、こういうね、すごくごっついサファイアのクリスタルがついています。で、こちらも裏はこんな感じ。ローターもこういう風な、少しね、ロータリーエンジンのような動きをするものになっています。 こちらに関してはこういうふうにね、すごく綺麗な仕上げがされています。どうですか面白いでしょうものすごい綺麗な時計なんですよ。めちゃくちゃごっついんですけどね、だいたい42ミ、mm、リぐらいの大きさなんですよ。結構大きいといえば大きいんですけども、あのね、存在感がめちゃくちゃあっていいかっこいい時計なんですね。 で、こちらのバックルも少し変わった、こういう感じのね、バックルがついています。こういう感じ。かっこいいでしょう。で、次行きましょうか。これはね、今日ちょっとね、お見せしました。スタートレックという時計で、これは今、時間が合っています。ちょっと僕、今日寝るの遅いんですけど、今、2時、えー、大体8分、9分ぐらいでございますね。うん。 で、上の方にパワーリザーブがあって、こちらの今ちょっとね、長子で見えないですけど、日付があります。で、こちらが、えっと月3、月、三、六月ですね。で、こちらの方が、えっと、月曜日に今なりつつあるということですね。で、これが24時間の地球儀になります。で、まあ、引っ張って、こうやると、わかりますかね地球儀のところ、ちょっと近すぎるかな。地球儀のところね、こういうふうに、ね 回っていくんですこ,の地球がこんなふうに回っていきます。こういうふうに回っていきます。で、パワーリザーブもこうやって手巻きしていくと、ぎゅーっとパワーリザーブが上がっていくというものですね。で、この文字盤、このキラ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 光ってるところあるでしょう。これも全部こういうね、すごい。 分厚い文字盤をしてて、すごく奥深いね、スター・トレックという名前にふさわしい文字盤かと思います。めちゃくちゃ綺麗ですよ、この文字盤。本当にめちゃくちゃ綺麗です。あのこちらの時計、やっぱりつけてると結構ね、あの見られるというか、なんだこいつみたいな、何この時計みたいに言われるような感じですね。こんな感じでキラ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 。 非常に、ね、凝った作りをしていますでこの地球儀も平面じゃなくてきちっとこうやって丸いんですよ。丸くなっています。で、こういうふうなダブルドームのこういうふうなサファイアグレークリスタルをつけています。で、裏もこんな感じと。こちらの方に関してはね、あの少し特別版でして、まあ、世界200本しかないんですね。そちらの僕は085番というものをいただいております。 こういうい感じですね。こちらもミオタのね機械なんですけどねどうですかなかなか面白い時計でしょこういう感じ先ほどのこれはこの何月をカチカチと移動できるというボタンになっていますどうですかすごいでしょこの文字盤ほんとすごいんですよもうキラッキラなんですよこういったらもう どうなってんのかわかんないぐらいに光るんですけどね。めちゃくちゃかっこいい時計です。で、こちらの最後にご紹介するのが、ムーンフェイズという名前の時計なんですけども、こちらの方が、一応ペイレンスの一番最初の1号機でございます。で、こちらの方が、まあ、いわゆるキックスターターで <laughs> 販売を始めまして、 まあ一気に、ね、売れてしまったりというモデルになるんですけども、すごく単純な感じに見えるかと思います。でこちら、ミヨタの、えーね、9015という機械を使っています。でミヨタの9015はデート機能があるんですね。デイト機能の場所をこのムーンフェーズに変えていっう形になります。でこういうまあサンバーストで、これね、 これもまあこういうダブルドームの,のサファイアなんですけども、このインデックスをね、見ていただきたいというか、見てほしいというか、ほとんどのベーネンスのモデルはそういうになってるんですけども、こちらのインデックスは、えっ、ー、と、なんだったかダイヤモンドカッティングリフレクティブという技法で作られていて、すごーく細かい線が入ってて、こういうふうにね、 わかりますかねちょっとこう虹色っぽく光るのがこんな感じにちょっとね光る形になっててものすごい細かいねラインが入ってるんですよ実はそれがまあ光の反射を生んでこういう風な形にねちょっとこうキラキラと光ってこうすごいでしょこれこんな感じに光るんですけどもこれムーンフェーズですねまあこうやってるわかるかな まあこんな感じで、よいしょ。ムーンフェーズが動いていくと。おなんかムーンフェーズがあれだな。で、手巻きができると。しょ。こういう感じです、ムーンフェーズ。で、満月になると、こういうふうになると。 すごくないですかめちゃくちゃでっかいムーンフェーズです。で、こちらの方ね、めちゃくちゃ綺麗に光るんです、実は。ちょっとこのライティングを変えたから見えるかどうかわかんないんですけど、ちょっと消していってみましょうか。見えるのかなこれ。ちょっとやってみます。見えないかなちょっと見えないかもしれないな。あ,あ、これじゃちょっと見えないな。 これね、ルミノバーを使ってるのでめちゃくちゃ綺麗に光るんですけどちょっとねこの辺はまた違う動画で何とか上げさせてもらえたらなと思いますちょっとライティングを、ね、変えてしまってるのでちょっと難しかったですごめんなさいでこういう感じでこういう感じですねこちらも100本限定で販売されたもので036番というものを私は頂戴しております こんな感じどうですかめちゃくちゃかっこいいでしょ。すごい変わった時計で、あのー、全然知らない人からしたらね、なんだこの時計っていうだけのものですよね、はっきり言って。うんなんですけど、まあ、たまたまね、こういう方としお知りになれて、まあ、いただくことができたのでね、僕はつけさせて。 いただくことができますけども自分ではなかなか買えないというかね、あの選べないモデルかと思いますね。で、ちょっと最後に1個ずつね、つけていこうと思います。おごめんなさい。うう、めちゃくちゃ揺れたな。こんな感じですね。これもね、全部光るんです、このグリーンの部分は。ルミノで全部光るので、めちゃくちゃ宇宙みたいになるんですけどね。あの良かったら、 あのその動画は昔の方のコンテンツに、えー、っと載せてますんでもしお時間ございましたらね是非坂か登っていただいてきちっと夜行の画像も撮っておりますのでよかったらご覧になってくださいこんな感じかっこいいでしょうでこれねよく見てもらったらわかるんですけどこの真ん中あちょっと今動いてないかなおう,おう,こうこわこか,かります この真ん中のサークルがぐる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 っと回ってると思うんですね。いわゆる秒針ですね、これ。いう感じに回っていくと。こんな感じの時計です。かっこいいでしょう。こんな感じです。で、よいしょ。次が、この。 マツダのロータリーエンジンのようなこのモデルこんな感じですどうですかちょっと汚れてしまってますごめんなさいかっこいいでしょうこんな感じこれ中すごいですよこんなふうになってるんですけど ものすごいこの分かりますかねこれ何重にも作ってるので全部アップライトなんですよこの左側の数字に関しては右側のね分身に関してはこれプリントですけども時間に関しては全部これアップライトで先ほど言った全部ダイヤモンドカットがされているのでめちゃくちゃキラキラ光りますこんな感じ 綺麗でしょう。で次がまあ次はね今日ちょっと僕につ,つけてたんでねあれですけどもまあスタートレックという時計でございますねよしょこんな感じですめちゃくちゃ綺麗でしょう。これキラ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 光るんですよこれこんな感じ いいです,ね、すごく大きいんですけどね結構ね手乗りの感覚はいい時計であまりその大きさをすごく感じることではないんですよラグがちょっとねラグが少し曲がってるので湾 <coughs> 曲してるのであの大きい時計にしてはかなりの腕のりはいいと思いますこんな感じキラ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 ってすごいでしょうで こちらの方が一番ねシンプルなモデルにはなるんですけども普通のムーンフェーズなんかをご存知の方、うん、あしまったちょっと落としてしまいましたけど <laughs> あの普通のムーンフェーズなんかをご存知の方は凄さっていうかねこの面白さが分かると思うんですけどめちゃくちゃでっかいんですよこのムーンフェーズちょっとごめんなさい汚い、ね ドカーンと。で先ほど星のね当然ムーンフェーズなので道欠けがあって星マークが出てきてまあ、半月になって三日月になってって言うんだけどその星の部分とかも全部光りますこちら。この分かりますかねこのインデックスの光り方すごくないですかめちゃくちゃ綺麗ですよ。 でも針にこの BR というね、秒針に入ってるんですね、これ。こうわかりますかねこ。ここにね、BR というふうな秒針のこう端っこになってるんですね。こんな感じのね、綺麗な時計です。なので、今、ちょっとムーンフェーズ見たら分かるんですけど、これ月のクレーターみたいな形の模様が入ってまして、こちらの方はね、少し光るんですよ、ルミノバで。 なので夜とかすごい綺麗な時計なんですけどねこんな感じですどうですかかっこいいでしょうめちゃくちゃ綺麗な時計ですよあのヴィンテージもね当然僕大好きなのであのどんどんつけていくんですけどたまにこういうものをねつけるとちょっと気分も上がりますしねうんあの一番僕が気分が上がるのはこれなんですけどねでその次これなんですよ なんかねやっぱり光り方が全然違うんですよこれ。で、すごく単純だけど、ね、普通の人が見たらなんだこのでかいぺったんこの時計って思うと思うんですよ。なんですけど、何このムーンフェイズって思っていただける方もいる。<laughs> で、こちらに関しては、めちゃくちゃかっこいいんですけど、僕、老眼なんで、あんまり見えないですよ、数字が。<laughs> これも。<laughs> 結構ね、見にくい。見にくいです。 いうところは、ね、あの、まあ、こういう複雑系時計のね、まあまあまあっていうところだと思うんですけどね、まあ、こんな感じで、あの私の友人が、えー、っと、しております、ベーレンスという時計を、改めて今日ね、ちょっと載せさせていただきました。あのー、この時計をどうのこうのっていうことではなくて、あのー、たまたま先輩がそうやって言っていただいたのでね、あの、見ていただいてもいいんじゃないかなという感じで、動画を撮らせていただきました。 え今日うは、ね、こういう形で取らせていただきましたけれども、えー、また次、ね、新しいものも来ますので、どん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 させていただきたいと思いますので、またよかったらチャンネル登録いただいて、応援くださいますと、本当に嬉しく思います、またコメントは必ずお答えしてまいりますので、リクエストなんかもありましたら、えー、ぜひ、ね、あの言っていただきますと、優先してさせていただきますので、またそういうこともコメントにお残しくださいませ。 今日は私の友人が経営しています、このブランド、ベーレンス。こちらを皆さんに見ていただきました。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。